どうやらここが最深部らしいな。この中にもし複数の白絶が待ち構えていたら、その時はさっきの要領で力の限り戦うしかない。気を抜くなよ。これはその炎には触れるな。こっちどうなってんだ。さあ、なんだよこの一面の黒い炎。すべて燃えてる。これはアマテラス。何ですかそれ。サスケさんだ。これはあの人だけが操れる、あらゆるものを焼き尽くす炎。やっぱり。どうやらここには数十匹が存在していたようだ。サスケさんが先に来てなかったらヤバかったな。これ全部一人で倒したってことですか。ああ、俺たちが出くわした絶はここから逃げ出した生き残りだったようだな。サラダの父ちゃんがなんでこんなところにいるんだってばさ。これを見た以上やむを得ないか。サスケさんは単独で大月かぐやの痕跡を調査する極秘任務についているんだ。極秘任務？パパにしかできない大切な役目だって言ってた。それでサラダの父ちゃんどこにいるんだ。あの人はリンネガンの力で空間を超えて移動することができる。もう近くにはいないだろうな。すげえそりゃすごいさ。サスケさんは唯一七代目が対等のライバルと認めた存在なんだ。これ父ちゃんも。僕も親から聞いたことがあるよ。誰からも称賛を得ることなく、コロハの里を陰から支える最強の忍者ってね。最強の忍者。